ヤニス・バカレリスは、ギリシャ出身のピアノ奏者。1950年、テッサロニキ生まれ。ウィーンでに来た、マガロフとブルーノ・レオナルド・ゲルバーの各紙に支持。1979年マドリードのソフィア王妃、国際音楽コンクールで優勝し、以後欧米各地で音楽活動を展開した。1991年には、ナフプリオ国際音楽祭を創設して、 音楽監督になった。一連の音楽活動による貢献を称え、ギリシャ政府から黄金の不死鳥勲章を授与されている。クレイグ、ヘレン・キャロリン、ザ・クレイグズ・オブ、ハービー・セトルメント、レッドロックザ・ポンティアック、H.C. クレイグ、p 四百六十、ISBN 九兆七千八百九億六千九百十万五五千百十、オクルク四千百十七万四千二百七十二。 サンラインスインターナショナルマリアカラスグランプリピアノジュリーコミッティジャニスバッカリーリス2017年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年4月13日閲覧ありがとうございます